あのさ、ちょっと変なことを聞くけど、お前、シドのことをどう思う？いや、そういうのじゃなくて、実はあいつ、凄腕の達人とかそういうことねえか？だって、毎回ラッキースケベラレを避けるんだぞ。じゃあなんでヘッポコのふりしてるんだよ。意味わからなさすぎだろう。やめやめこの話、シドはシドってことで。偶然、そうだよな、シドだもんな。ごく普通の一般人って感じだし、あいつが達人だなんてありえないか。うん、そうかも。何でも深読みしすぎるのは良くないよな。今日は早めに休もうかな。